空軍軍艦学校、空軍軍艦学校、空軍軍艦学校、ROC エアーォースアカデミーは台湾高雄市岡山区に位置する空軍士官を養成するための中華民国空軍の教育機関、空軍士官学校。略称は空軍管校。孫文率いる広州の中華民国護法軍政府は軍閥を殲滅し中華統一を果たすべく。 家境の協力を得て、日本、1915年、アメリカ、1916年、カナダ、1917年等の航空教育の環境が整った海外家境の飛行学校を建設していた。1921年、孫文は62項目からなる国防計画を策定、宇宙9項目に航空隊の刷新を盛り込み、航空勇国の号令の下、 自国での航空学校の建設を命じた。時代の1924年7月、1924年1月とも、前年度より引き章として利用されていたの革製品。工場後に、関東軍事引き学校、後関東航空学校と、会商、に移転を開設。校長は、ドイツ人軍事顧問のゲランディオーリ、各宮美大であったが、間もなく、ソ連軍人のリビとなり、 ソ連式訓練が実施された。ただし、立地の狭い大津な飛行場では満足な訓練ができず、ソ連の第二航空学校などに留学せざるを得なかった。現在の空軍軍艦学校は1928年10月10日に南京の中央軍艦学校に設置された航空隊をもととする。胴体は組織の発展に伴い航空班。 軍政部航空学校と改名を重ね、1932年9月1日に中央航空学校として公衆に開校、正式に空軍の士官学校となった。開校にあたり、小解析は昇聘した元陸軍大佐、ジョン・ジュエット・ラ・アメリカ顧問団に大幅な権限を付与させ、オペースとしたアメリカ式教練を導入した。まず、ジュエット・らは、新生パイロットの教育と、 並行して、玉石混交だった既存パイロットの技術を確かめるべく、航空学校と空軍部隊の飛行人員を対象に飛行試験と身体検査を実施した。その結果、全体の打ち体格標準不適格者の40%を含む75から85%ものパイロットが、飛行技術が不合格となって、飛行資格を失ったという。不合格者の大半は排除されたが、 残ったものの一部は、偵察班に編入され、爆撃、偵察要員としての訓練を受けた。そして残りは、高級班に編入され、厳格な、飛行技術の改良を受けた。そのため、初期の飛行教官の大部分は、高級班の、学生であった。ジュエットの厳格な基準に基づいて選定された11人の飛行教官は、流調、東北高校、高志校、東北高校、 李州義紗を、航空班、王天章、航空班、陳吉直、航空班、陳世かすみ、雲南高校一期、小山井、米留学、蔡草医師、補定高校、医師、友信、ソ連留学、女神、日本留学、王宿名、高等高校一期、ソ連留学であった。しかし、ジュエットが、総教や、反省形成力の相当に、消極的だったことや、 日米関係の問題から後に帰国。代わって、少々、殉承ら150名からなる、イタリア軍事顧問団を招聘し、イタリア式教練をベースとする落葉文校を開校した。しかし、ジュエットとは、対照的にスカロニラの審査基準は低く、再び、中国空軍のパイロットは、玉石根庫へと逆戻りしてしまった。こうした状況は、後に、クレアリーシェンノートや、 ラソ連空軍士願隊員からも、通列に批判されている。それでも、日中戦争勃発後には、数多くのエースパイロットが生まれ、大戦前期にわたって、日本陸海軍航空隊に対し前線した。1937年の公衆陥落に伴い、雲南省、昆明、ついでインドのラホールに移転。なお1938年に、現在の公明となる。 一方、掛計橋の敷地は日本軍に接収され、731部隊の部隊員で臨時編成された奈良部隊最近選挙点として利用されたこともあった。1938年4月、空軍の各学校の校長は、小解析が兼任したため、新たに特設された教育長が公務を取り仕切った。1943年2月、 初級班の学生はすべてインドの側に移送され、それ以後の各期学生は、昆明で短期の地面教育、インドで初級訓練、アメリカで中高級訓練を受けた。戦後は再び、掛橋に移転するも、国境内戦の影響で、仙台市、現在に至る。2003年に大幅な教育改正がなされ、一般大学を手本としたカリキュラムが組まれた。 2011年現在、教官41名、学生610名。1. 悲惨性善人教育、土下育育術、伊佐尾研修人材。2. 健康理論、ミノルつとむ、伝提航空占領地。3. 水典策略連盟、落ちミノル修身学習官道。4. 不合部隊受給、土下育育有質県軍幹部。 本学での教育は一般大学での理工科系教育に相当し、全学年4年間にて最低でも130個分の単位を習得する。1年生では教養基礎課程として理工クラスと社会クラスに分けられ、2年生に進級後、理工クラスのものは航空宇宙学科、航空電気学科、航空機械学科のいずれかに社会クラスのものは航空管制学科に編入される。 卒業することで、工学士及び管理学士の資格と空軍将位の階級が授与される。空中勤務体力検査に合格した学生は、卒業後、飛行訓練が実施される。これに不適格となった生徒は、主に司令部での航空機械、通信電子、防空作戦担当などへ進むこととなり、空軍航空技術学校、 陸軍砲兵被弾学校に進学し文化教育を受ける。合格した生徒は基本航空理論課程、軍事課程といった専門教育及び飛行訓練を97週間、一般大学出身者は105週間にわたって受け、卒業も小委任官となる。キャンパス内には格納校をはじめとした飛行訓練用施設のほか、プール、陸上競技場、 テニスコートといった施設も管理されている。また、校門横には空軍の歴史資料館である空軍軍士館がある。キャンパスの施設には名前のついたものがあり、千一郎、中世道、志公、郎、黎明期のパイロット、小解析、日中戦争初期のエース、高志公にちなむ、生徒たちの英社として、海分郎、意気号、郎、志開け、郎、 高市海廊それぞれ日中戦争の英雄、修次会、流域号、にちなむの4棟などがある。士官学校でありながらも、活発な生活方式を送ることは、学生生活において不可欠であるとし、計20の学生社団、サークルの設立を容認している。以下、体の性、行楽性、偽芸性の3種類に分類される。 戦死者は1階級特進後の階級を表記する。1933年3月1日入学。1935年6月1日卒業。55名、内戦死、自己死26名。第1班。1934年9月1日入学。1936年1月20日卒業。第2班。 1935年5月1日入学。1936年10月16日、卒業。計158名。内戦士、自故死55名。第1班。1935年5月1日、入学。1936年10月16日、卒業。1937年4月上位認監。計104名。第2班。 1935年5月1日入学。1937年5月1日卒業。計111名。内戦士、自己死69名。1936年3月3日入学。1938年、民国27年2月26日卒業。計153名。内戦士、自己死38名。 1936年9月1日、入学。1938年、民国27年12月1日卒業。計147名。内選手38名。1937年3月30日、入学。1939年7月1日卒業。計168名。内選手自己死38名。1938年。 民国27年1月1日入学、1940年、民国29年3月10日、卒業、125名、内戦士、自己死34名、1938年、民国27年6月1日入学、1940年、民国29年2月10日卒業、計81名、特九百三十八年十月一日入学、 1940年、民国29年4月25日卒業、計108名。内戦士、自故死22名。1939年、民国27年7月13日入学。1941年、民国30年2月10日、卒業、103名。特藩、1939年9月1日入学。1942年。 民国31年3月1日卒業、105名、内戦士、自己死42名、本校、1940年、民国29年11月1日入学、1942年、民国32年6月15日卒業、65名、内戦士、自己死18名、特判、1940年2月1日入学、 1942年12月30日、卒業、83名。1940年、民国29年2月1日入学。1942年、民国32年9月10日、卒業、70名、内戦士、自己死28名。1941年、民国30年12月1日入学。1943年、 民国32年5月20日卒業、117名、内戦士、自己死24名、卒業120名、内戦士、自己死24名、1945年、民国34年4月15日卒業、150名。23期、1970年卒業1973年。 卒業1975年,19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 年卒業1976年卒業1977年卒業1979年卒業1995年卒業初期の航空隊及び航空班時代は飛行訓練を担当する飛行教官の多くが北洋軍閥下で運営されていた南縁航空学校東北航空学校 固定航空学校の出身者だった。教官には卒業生の中でも特に優秀な人物が選ばれた。日中戦争で AS となった搭乗員の多くが教官としての経験をしている。一方、政治教官には CC 系人材と候補系、ラン位系人材いずれを登用するかでしばし構想があったとされる。ふとじはジュエットの審査基準を突破したもの。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。